商用利用 OK 動画編集者必見の素材サイトを18選ご紹介したいと思います。動画を飽きさせないためにも素材探しが必要になります。各素材サイトの使用方法や規約の注意点などを合わせて。こんにちは、クリエイタージャパンの浩平です。今回は商用利用 OK 動画編集者必見の素材サイトを18選ご紹介したいと思います。編集で使える素材サイトを知りたい。素材サイトはどんなものがある、素材を使用するときのルールや決まりなどはあるのなど、公式団員や受講生さんから多く質問をいただきます。そういった悩みも含めて今回の動画では、動画編集を始めて間もない方、動画のクオリティを上げたい方、素材サイトについて知りたい方、そんな方々に向けてお話ししたいと思います。動画編集をしていると素材サイトは欠かせないものであり、動画を飽きさせないためにも素材探しが必要になります。ですが、一概に素材サイトといっても、どんな素材サイトがあるのか、どんな素材を使うことができるのか、そして使用するにあたり規約などはどうなっているか、すべて把握するのは難しいと思います。例えばフリーで使える素材サイトでも、一つの動画内で素材を21個以上使うと有料の対象になることもあります。この動画では各素材サイトの使用方法や規約の注意点などを合わせて計18選厳選して解説ご紹介していきたいと思います。ということで、この動画でお伝えする内容は、素材サイトを18選ジャンル別にご紹介、各素材サイトの使用方法、素材を使用するときの注意点となっておりますので、この動画ぜひ最後までご覧ください。そして本題に入る前に大事なお知らせです。現在動画編集スキルを身につけて副業フリーランスを目指している方に6日間無料の講座と7大特典もプレゼントしています。概要欄からクリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと受け取れますので、ぜひ受け取ってください。それでは始めていきたいと思います。まず最初にご紹介するのがオーダンです。オーダンは写真素材を複数の海外のサイトを横断して調べることができます。35サイトから無料写真素材を検索することができて、そして下の商用利用可能無料写真素材のみ、ここにチェックが入ると商用利用可能な写真素材のみ検索で出すことができます。検索したいワードを打ち込むと、キーワードに関する写真が複数のサイトからヒットします。そして左側にサイトごとの検索結果も出ているので、こちらから検索した写真を探すことができます。そして写真の使用に関する規約などは、写真サイトごとによって異なるので、ダウンロードするときにライセンスを確認してからご使用ください。次にご紹介するのがピクサベイです。ピクサベイは高品質な写真や画像を無料で使うことができます。検索窓の右側に全ての画像、写真、イラストなど検索するときに絞り込みもできるので、検索したい素材を探しやすくなっています。またピクサベイは海外の素材サイトですが、検索の時に日本語でも検索することができるので、そちらも使いやすいポイントの一つとなっています。検索したら上にスポンサー画像と書いていますが、これらは有料の素材となっているので、無料の写真を使用したい際はこのロイヤリティフリーの画像、ここから使いたい素材を探してください。3つ目にご紹介するのがバーストです。バーストはショップファイが運営しているサイトで、ダウンロードに制限がないのが特徴です。バーストは検索するとき日本語には対応していないので、検索するときは英語で検索する必要があります。例えば猫と検索してもヒットしませんが、キャットと検索するとこのように猫の画像を出すことができます。他にも海外の写真がたくさんあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。4つ目にご紹介するのが写真 AC です。写真 AC は日本のサイトで有名なサイトなので、日本人のモデルさんや国内の背景素材を探すことができます。例えば男性ビジネスと検索すると、検索ワードに類似した素材が出てきます。あとはダウンロードしたい写真をクリックしてダウンロードします。無料会員だとダウンロードするときに広告が流れたり、1日にダウンロードや検索する回数に制限が設けられています。もし写真 AC の使用頻度が高ければ、そのあたりの制限なく使えるプレミアム会員を登録することもできます。他にも写真 AC 以外にもイラスト AC や動画素材専門の動画 AC などもあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。次にご紹介するのがテロップサイトです。テロップサイトは無料で商用可能なテロップやフレームを扱っているサイトです。動画で強調したいシーンに使えるいろんな種類のフレームが選べるのがおすすめです。ほとんどの素材を無料で使いますが、それ以外にも
有料版のフレームを Photoshop のデータで購入することもできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。では次にここからイラスト系の素材サイトをご紹介します。最初にご紹介するのがイラスト屋です。イラスト屋はめちゃめちゃ有名な素材サイトで、イラスト屋のイラストを YouTube 等で一度は見たことがある方多いと思います。検索の仕方も、探したいジャンルのイラストをクリックして探したり、左の検索窓でキーワード検索もできます。注意点として、イラスト屋の素材も無料で使うことができますが、一つの動画でイラスト屋の素材は20個まで無料で使えます。21個目から有料の対象になるので、使用する際はご注意ください。次にご紹介するのがアンドローというサイトです。アンドローはビジネス系におすすめなイラストを扱っています。気になるイラストをクリックして、この PNG をダウンロード、ここをクリックするとダウンロードできます。そして右上のこのカラーをクリックすると色の変更ができます。この色を変更するとイラストの色を一括で変更できるので、自分が作成する動画に合わせて素材を用意することができます。次にご紹介するのがソコストです。ソコストは個人、法人、商用、非商用問わず無料で使用することができる素材サイトです。ソコストもビジネス系で使いやすい優しいデザインが特徴です。使用したい素材をクリックするとダウンロードのページに移動します。そしてここでも先ほどのアンドロと同じようにイラストの色を変更することができます。次にご紹介するのがシグレニフリーイラストです。シグレニは素朴で可愛い女の子のイラストを無料で使うことができるサイトです。YouTube 動画以外にも SNS のプロフィールにも使うことができます。注意点としては、サイトの下にコラボイラスト素材というものがあります。こちらは通常イラスト素材と規約が異なり、商用利用が禁止されているのでご注意ください。では次に、ここからアイコン系の素材サイトをご紹介していきたいと思います。次にご紹介するのがアイコンモノです。アイコンモノは商用利用可能なアイコン素材を無料で使うことができる素材サイトです。使用したいアイコンの画像をクリックすることによって、このように画像データ以外にも下の方にイラストレーターやフォトショップで使えるアイコン素材のデータもあるので、自分に合ったデータでダウンロードしていただければなと思います。そして規約などの確認は、この How to use をクリックして、ここにある使用条件、こちらをクリックするとライセンスや使用する際の注意点の確認をすることができます。次にご紹介するのがフラットアイコンデザインというサイトになります。こちらも無料で使うことのできるサイトで、素材の数も上に PC ビジネス、日用品、イベント、エンタメ、健康、料理、食品、交通地図、ベーシックなど様々な素材があります。しかも各カテゴリーごとにこれだけのページ数の素材があるので、気になるものがあればぜひチェックしてダウンロードしていただければなと思います。ここからは BGM 系の素材サイトをご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのがドバシンドロームです。ドバシンドロームは有名 YouTuber も使っている BGM が多く、一度は聞いたことがある BGM が多くあります。検索の仕方で夏、ロック、爽やかと検索すると、検索ワードに近い BGM を探すことができます。ただ BGM によっては一部商用利用が不可なものや、楽曲や制作者によって利用規約が異なるものもあるので、事前に確認をしてからダウンロードしてください。次にご紹介するのが魔王魂です。魔王魂もいろんな YouTuber が BGM に使用している素材サイトです。トップ画面からフリー音楽 BGM とクリックすると、さまざまなジャンルごとに BGM を探すことができます。そして気になった BGM でダウンロードをクリックするとダウンロードすることができます。3つ目にご紹介するのが BGMer です。ここでは BGMer オリジナルの BGM が完全ロイヤリティフリーで、 YouTube や商用利用可能だけではなく、曲のアレンジや改編、歌詞をつけての歌唱演奏も OK です。 BGM の検索の仕方も様々で、検索窓でジャンルやキーワードを入れて検索したり、雰囲気から自分のイメージしている BGM を探すこともできます。さらに用途からも選べて、 Vlog やゲーム実況、ホラーなど動画のジャンルを元に探せるので、こちらもおすすめです。では次に効果音の素材サイトをご紹介します。一つ目が効果音ラボです。効果音ラボは街の音や電車の音などの環境音や YouTube でよく聞く演出の効果音があります。
こちらもフリーで商用利用も可能ですが、使用する前に利用規約の確認をお願いします。そしてもう一つご紹介するのが音ロジックです。音ロジックは効果音以外にも BGM でも種類も多く、高クオリティの素材がたくさんあります。音ロジックの規約ではクレジット表記があれば無料で使用することができます。クレジットとは動画の概要欄やエンドロールなどで制作した動画を公開した時に音ロジックの素材を使用していると伝わる表示を入れることです。なので音ロジック以外の素材サイトでもクレジット表記を規約の条件に記載があれば記載の必要があるので注意してください。もしクレジット表記ができない、もしくはしたくないなど事情がある場合だと、クレジット表記不要の有償ライセンスを購入することで表記せずに使用することもできます。では最後に映像系の素材サイトをご紹介します。まず一つ目がモーションエレメンツです。モーションエレメンツはシンガポールの会社が運営しているサイトで、高クオリティな動画素材や音楽素材を提供しています。無料ストックをクリックすると無料で使える素材がピックアップされます。モーションエレメンツを使用する際は無料アカウントの登録が必要なので、興味のある方はぜひ登録してチェックしてみてください。他にも有料版の素材の購入や全ての素材をダウンロードできる定額プランもあるので、モーションエレメンツをもっと使いたい方などはぜひこちらも検討してみてください。最後にご紹介するのが YouTuber のための素材屋さんです。こちらは YouTube 動画にぴったりなエフェクトやトランジションなどの素材を無料で商用利用にも使用することができます。トップ画面から使用したい種類をクリックして、気になる素材のダウンロードページをクリックするとサンプルを確認することもできます。コミカルなものやキャッチーな素材など似てしまうぐらいたくさんあるので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今回は商用利用 OK 動画編集者必見の素材サイト18選ご紹介させていただきました。今回ご紹介した素材サイトで気になるものがあれば、動画下の概要欄にリンクを載せておりますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。そして動画内でもお伝えしましたが、素材サイトごとで規約が異なりますので、使用する際は事前に規約の確認の方をお願いします。そして動画編集を始めたい方や、アフターエフェクトなどに興味のある方は、クリエイタージャパンの公式 LINE を登録していただくと、6日間無料の講座以外に、ご覧の豪華7大特典をプレゼントしていますので、ぜひ受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。